なお、育王1847年10月25日は、琉球大に直し王朝大18代国王。在位1835年から1847年。昭光王の子で、琉球最後の国王、正体の父。同名は重い特勤。諸家としても知られる。父、昭光王が亡くなった1835年に22歳で不足位する。ただし、 小公王の体調不良により1828年に、節喰らいし、15歳で、実質的な王位についた。1929年には、鹿児島の御用商人からの借財がかさんでいたため、増税や官人層の給与削減などによる厳しい、財政再建策を示した。一方で、氏族の教育のための学校を作るなど、学問分野において力を入れるが、このことは、 さらなる財政逼迫を生じさせた。在位中に死去、34歳。大井は、次男の正体が継承した。在位中、1844年、フランス海軍が中へ来航すると、フランス側の要求で貿易と宣教しテオドール・オギュスタン・ホルカードを滞在させて布教するのを許可した。1846年、フランスから開国を迫られ、入港を許可し、 フランス海軍はフォルカードを伴い帰国したという。同年、英国海軍が入港し、宣教師ベッテルハイムが登入した。翌1847年、キリスト教の宣教師が滞在していたことを薩摩藩に報告。ありがとうございます。